雲洋軍実機は、出雲国の戦国大名であった天子氏の歴史を、記した、歴史書で、日本の古典文学の一つである。出雲国に勢力を張った天子氏の聖水を描いた、歴史書で、天子家臣の河本第八流星が大名としての、子氏滅亡後の1580年頃に表したと、される。流星の死後、同族の河本隆氏人の子孫に伝えられた。 歴史書としては、天子氏滅亡直後に書かれた点で一級の資料であり、毛利側の陰徳太平記と対を成す、天子側の諸将の心情をよく表している書といえる。1542年に、天子軍が大内軍との戦闘で、ひなあを20長実戦に投入し、大内軍に死者が出たと、鉄砲伝来とされる1543年以前に、天子氏が、 ひなわ銃を導入していたという新たな事実も参見できる。しかし、他の軍機物同様、客職や歴史的史実との相違も指摘されている。例として、本書では、天子春久の少年が1508年とされているが、一般的には採用されていない。そして、京国修理大友の娘とされる天子義久の妻も、本書では滝の寺で啓発しにそになったとされているが、 実際は、ガッサンとダジョウ、会場二日前に死去している。また、著者である、川本流星自体も、吉田軍山城の戦い以降、天子家臣から離脱して城安寺にて転遁しており、大内義隆の返記を受けたと思われる名前から見ても、わかるように、大内氏よりの武将であったことも加味せねばならない。その記述の信憑性に問題があるとされる、香川聖画の、 民徳太平記夜勤聖書等に成立した公用軍艦と同様に、この当時の歴史書の例に漏れず、著者の強い思いを反映させた史書と言えるが、それを差し引いてもあまりある一級資料である。ありがとうございます。